皆様おはようございます。無駄なしまかない道場でございます。本当寒いですね。今日はですね、もう超簡単おつまみ、作っていきたいと思います。まずですね、ご用意いただくのはこちら、何だかお分かりになりますでしょうか。はい、その通りでございます。メンマですね、自分で作ったわけじゃなくて、これ既製品のメンマでございます。それをですね、ちょっと油を引いてメンマフライパンに、おファイヤーでございます。ファイヤーファイヤー、おー炎がすごいです。はい、こんな感じでね、軽く、焼いてくださいませ。もう軽くでね、結構です。メンマ温まったら OKOK よみたいな感じでございます。そしてここですね、ここに卵をドッカーンですね。はい、いい感じでございます。もうメンマも卵も私大好きですからね、この組み合わせ非常に良いのではないかと思われます。はい、ですね、ここまで来たらもう黄身をですね、ガンガンガガンガガンとですね、混ぜ混ぜしちゃってください。混ぜ混ぜ。はい、これでね、卵はですね、半熟よりやや固めぐらいにね、焼けたらもう仕上がりでございます。もう本当に簡単でね、申し訳ございません。そしてですね、この焼けるちょっと前にこちらですね、ごま油ですね。はい、ごま油、片油みたいな、全然関係ないで申し訳ございません。はい、ごま油を垂らして、混ぜ混ぜ混ぜですね。はい、もういい感じに仕上がりました。混ぜ混ぜ混ぜと、逆から言うとゼマゼマゼマですね。はい、もう出来上がりましたので、お皿の方に盛り付けて食していきたいと思います。はい、ですね、テーブルの方に、メンマ卵とですね、略してうちではメンタマと呼んでおります。もう本当に簡単なのでね、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。それではね、いただいてみたいと思います。ただいまお昼、まだ営業前なんでね、もちろんリザーブですね。そして白飯、メンタマですね、いただいてみたいです。あ、最後にね、刻みネギをちょこっと乗っけてみました。いただきます。このメンマの焼いた香ばしさと、この卵の旨味ですね。もう間違いなくね、白飯に合います。もうおつまみにもなりますが、いただきます。最高でございます。あとお好みでね、ラー油などかけても非常に合うと思いますので、ぜひね、お試しくださいませ。お前、そのちょっと簡単なもん、動画で揚げてんのよ。みたいにね、思われるかもしれませんが、居酒屋経営の皆様、そしてお母様、お父様、おじい様、もしよろしければね、ちょっと作って、食してみてはいかがでしょうか。非常にね、もう手軽おいしゅうございます。それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございました。失礼します。うまいです。